はい、アン・ホノカです。先週はマイスナー効果に伴うビンビングエフェクトをやりました。物質が持っている最も自然な状態にピン止め効果です。このはみ出さない自然な状態を保とうとする力でリニア中央新幹線は500キロでもガイドレールを外れることなくスイスイと進みます。横軸が重力、縦軸が超電動です。これは反比例の公式ですが、 X 軸が重力で Y 軸が超電動ですね。そして比例定数 A、 この比例定数がワープ係数となります。将来のワープ係数。そしてこのワープドライブにおいては X、 重力が1となります。重力を1に保ちます。1に保つためボンドがくれて Y イコール A、 ワープファクターイコールワープ係数ということになります。ワープファクターイコールワープ係数。重力を1に保ちます。そして超電導軸が伸びます。これがワープドライブ。